はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトなんだけど、前回マジフェスのガチャ動画でステップアップの10連をステップ4まで引いたところで霊石が足りなくなっちゃって、まあ、ステップ5の星5キャラ確定のガチャが引けなかったんですけど、石をちょっと集めてきたので、今回はステップアップの、ステップ5星5一体確定を引こうと思います。ということで引きます。お願いします。さあ、おー、ああそりゃそうだ、星5確定なんだから今今喜んじゃったよ2体出て、さあそこでダメだな、これは多分1体だけだな、多分1体だけかな。あー、それどころか星4すらないのか。誰だ、あー、トグの兄か。おー、初ゲットですね。いや、壁役が全然いなかったんでこれはありだな。なるほどね、こんな感じか。単発の方もね、ステップ3までは引けるけど、3までしか引けないのかな。で、3までだったら霊石がお得なだけで、まあただの単発ガチャなんだよね、確率とかは。4からは星4確定とかあるんだけど、だから3までで止まっちゃうなら回すこともないかなってことで、この20はちょっと貯めておこうかな。あ、トグロ兄は良かったな。今持ってる星5がこんな感じなんでね。なんか光という、光じゃないな、陽属性か。の星5がちょっと集まってきたかな。でね、今キャラリンクがね、3体までしかできてないんだけど、このマジフェスの間の交換所で、まあ、2000でできると。これもだからね、一応取れるんだけど、誰に次キャラリンクしようかまだ決めてないので、まあ変えるだけ変えちゃってもいいんだけどね。で、上の2つは期間限定で、1月期間というか11月中だけしかないので、まあ頑張って5000悠々メダル貯めたいなというのを今思っていて、そうだな、まあ、キャラクエストのやつだけで星3売却すると1日100は手に入るはずだから間に合うとは思うんだけど、まあちょっとここもね、溜まったらどっちも変えようかなと。で、こっちでいいの出るかもしれないんで、キャラリンクはまだ3体しかしてないけど、ちょっと保留しようかなと思ってます。まあ、どっちも変えるつもりなんで、ここ変えちゃってもいいんだけどね。うん、まあそんな感じですね、今のところ。あ、トグロ兄はちょっと壁が今までいなかったので育てようと思います。暗黒武術界じゃ、今暗黒武術界で使ってる編成こんな感じで、壁役がちょっといなかったので、まあランドのところにトグロ兄が入る感じにするかな。で、一応後列の3人はキャラリンク解放してあるんですけど、その3体だけなんで、次トグロ弟がキャラリンクしようかなと思ってて、まあ、トグロ兄をここに入れるなら、ランドはねちょっと揚力タイプなんだけど、銀属性ダメージ増加が属性値でつくから、トグロにランドをキャラリンクしとくのもありかなっていうのは思ってるんですよね。まあそんな感じなんですけど、とりあえず今回は星5確定の10連を引いて、トグロ兄が引けましたよということで、終わりにしようと思います。では、ありがとうございました。あれ？あ、出た出た。なんかここ、ああ、まあいいや、ありがとうございました。